で、この中にスパゲッティに、で、パスタを入れます。で、さっきしっかり味付けた牛肉をここでしゃぶしゃぶと合わせる。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はスイスイパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティに、ニンニク、固形コンソメ、粉チーズ、牛肉、九条ネギ、くず野菜、黒胡椒です。はい、それでは今日はスイスイパスタを作っていくんですけど、このパスタは山形のアルケッチャーノの奥田シェフが東日本大震災の時に被災地で振る舞われたパスタで、このパスタは水にパスタを浸して作るっていう、まあ、技術を駆使したパスタで、先日ですね、僕これを直接教えてもらいに行ったんですよね。なので今日はちょっと僕なりの解釈でこれから作っていきます。で、まずはベースの出汁を仕込んでいくんですけど、このパスタは非常食でもあるので、今日のベースは固形の牛コンソメでやっていくんですけど、本格的なコンソメが作りたい方は僕の書籍の肉の本の中にコンソメの作り方があるので、よかったら参考にしてみてください。で、今日のパスタは牛のフレーバーを大切にしていきたいので、牛のコンソメでやっていきます。で、固形だけでも大丈夫なんですけど、もしあったらくず野菜、香味野菜の皮とかがあったら一緒に煮出すとより香りが良くなります。で、沸いたら冷めるまで待って、最後にこしてからパスタをつけていきます。で、コンソメを冷ましている間に牛肉に味付けをしていくんですけど、今日は牛ももでやってるんですけど、これはスライスの牛肉だったらどの部位でも大体大丈夫です。で、塩と胡椒は結構強めに打っていきます。で、この後火入れをしていくんですけど、ニンニクはちょっとトッピング感覚にしていきたいのでスライスにしていきます。で、ネギを切っていくんですけど、今日僕は、九条ネギを使っていくんですけど、これは青ネギとかでも大丈夫です。では出汁が冷めたので、これは容器にこして入れていきます。で、この中にスパゲッティーニ、で、これはテフロンタイプなんですけど、僕のおすすめは結構テフロンですね。これはザラザラしたブロンズだと、まあ、仕上がりがとろみがとろっとしたパスタが好きな方はブロンズでやって、それが控えめがいい方はテフロンでやるのがいいかなと思います。で、この中で最低10分、最高40分つけていきます。では今40分経ったところなんですけど、状態は麺が白くなっている状態で、これ以上つけてしまうとちょっと状態もブヨブヨになって悪くなってしまうみたいなので、これが限度の40分ですね。で、ここから火入れに入っていきます。ではまずはアリオーリオのベースを作っていきます。最初は同じですね、ペペロンチーノのベースで、これで火にかけていきます。で、これから加熱していくんですけど、今日使っていくフライパンは26センチ、ちょっと大きめのものなんですけど、理想は本当に28センチ以上です。なんですけど、こういう大きいフライパンがない方はもう今日はですね、あくまでもこのパスタは緊急の時に作るようなパスタでもあるので、パスタ半分に折っちゃっても大丈夫です。で、今だいぶふつふつフライパンの中がなってきたので、そしたら弱火、ごく弱火にしてじっくりキープで、今日はですね、こんがりと色をつけていきます。コンソメって鶏のコンソメとか野菜のコンソメとか牛の3種類ぐらいあると思うんですけど、牛肉のコンソメって結構色がついてるんですよ、茶色っぽい色で、その茶色の色に合わせてこのニンニクもしっかり色がついてると組み合わせがいいので、がっつりこんがりやっていきます。で、ニンニクチップやるときは、基本的にこう傾けたような中でやった方がバランスよく作れるんですけど、この少ない油の中でも温度帯がやっぱ外の方が高いので、こうたまにこう混ぜてあげるとバランスよく全部きれいに色がつきます。これずっと放置だと火が入っているところと入ってないところとまだらになっちゃうので、こうやってちょっと泳がせる。それではいい感じにチップになったので、これはバットに外しといて、で、最後にトッピングで加えていきます。で、ここにこの漬けた汁とで、パスタを入れます。
結構ポイントはですね、ワンパンのパスタもそうなんですけど、余力を残しておくと最後の調整が効くので、汁はこれぐらい取っておきます。 50cc ぐらいですね。なのでこの今 26cm のやつでもちょっと気持ちはみ出るぐらいなんですよ。だからちょっとこうゆすりながらやっていく。このスープの中にコンソメに今パスタをこう流動的にこうなじませるイメージで、ゆすりながらやるとですね、綺麗に収まるんですよ。これが24センチのフライパンとかでもギリギリこのやり方やればできるので、こんな感じです。でまずはこの入れたパスタを沸かしていくところまでします。はい、それでは今中が沸いてきました。そしたらですね、このパスタの場合はだいたい弱火にはせずに中火からやや強火の状態で、まあ、茹でていくんですけど、この麺はスパゲッティに8分茹でなんですけど、これマックス40分つけた場合は袋表記の半分なので、まあ、4分から5分の間で仕上げれば全然アルデンテの美味しい状態が保てますね。で今沸いてる状態がしっかり作れてるので、ここにさらにもも肉をしゃぶしゃぶにしていきます。これすごい贅沢ですよね。でさっきしっかり味付けた牛肉をここでしゃぶしゃぶと。でこんな状態ですね。で今全部しゃぶしゃぶし終わったんですけど、これまだ少しピンクっぽい状態になってるんですけど、かなりこれスライスで薄めなので、ここで余熱で火を入れてあげるイメージですね。こうすると最後にこの麺が仕上げの時にもう一回熱い状態になって上に盛り付けていくので、そしたらちょうどいい状態ですね。で牛肉にはちょっとオリーブオイルをまぶしておきます。今中火から強火で炊いてた状態でまだ汁気が残ってるじゃないですか。でこれを最後に強火にして詰めていく。で一切この中に塩とか入れてないんですけど、コンソメが結構ベースがあるので、少し薄めぐらいのコンソメをこれで煮詰めた時にいい塩梅になってます。でここで最後に、まあ、いつもみたいにパスタをこうソースに入れてこう吸わせる作業がまあ30秒ぐらい入るとかなりいい状態ですね。ちょっとコントロールしながら。で今30秒ほど吸わせたんですけど、見てください、もう今通常のパスタみたいになってますよね。で最後にちょっと九条ネギ入れて、で合わせる。でここでですね、まあプロの方は手際がいいんで盛り付けちゃうんですけど、ちょっともたついちゃう方はですね、こういうこのヘルプの出汁があるとですね、ちょっと入れるだけで見てください、滑りのいいパスタになるんですよ。最高の状態です。そしたらこの状態になったら盛り付け入ってきます。はい、これで牛しゃぶすいすいパスタの完成です。はい、いただきます。うん、この食材の組み合わせとパスタの茹で加減も最高ですね。今日のこの牛しゃぶのコンソメのベースもですね、実はあのイタリアの考え方をもとに作ってあって、北イタリアのあのエミリアロマーニャ州に、まあ、トルテリーニインブロードっていう、まあ、ラビオリをあのコンソメに浮かべたパスタがあるんですけど、それをまあ鶏ベースとかでやったりするんですけど、それをまあ牛ベース、牛のコンソメにして肉が入って、で今日は牛でまとめたので牛肉のコンソメ、牛のもも肉で、パルミジャーノレジャーノが牛なので牛のチーズで、相性がいい胡椒とでネギでまとめたっていうようなパスタですね。今日はちょっと撮影用にあの豪華にしゃぶしゃぶにしちゃったんですけど、
が元はその被災地で水にコンソメを本当溶かして、でパスタ入れといて、であとグリッシーニをかけたりとかいうシンプルなものなんですけど、それだけでも本当に美味しいです。はい、ごちそうさまです。この牛しゃぶすいすいパスタなんですけど、間違いなく皆さん気に入るような最高のパスタになっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。